こんばんは。よろしくお願いいたします。今日ははい、はい、大野さん、趣味って何なんですか？これまた趣味が私なくてですね、なかなか。まあでもお料理作るとかじゃないですか、趣味で言うと。最近よくやってることないですか？最近どう、皆さんなんか気づいてることない？それインスタグラムとかでもちょっとなんか見える感じですか？インスタだと見えないかな。見えないか。ちょっと見てないから分かんないけど。全然分かんないじゃん。全然もう少しこそ興味を持っていただいてもいいですか、私に。いや、だからね、はい、興味を持つというか、うん、まあいろいろほらやっぱりね、お仕事をさせていただく中で、はい、ネタは必要じゃないですか。そうですね、大野さんのね、はい、だからそういった面では見てますよ。このオーディレクターが言われてるのは何ですか？何やろうかね。あ、じゃあちょっと出しますね。ヒントヒントはもうない。ないんですか？だって分かんないでしょう。出す。やぶん。じゃあ大野さん、はい、後ろ見て。大野さんの趣味について。はい、はい、これは関係ないです。はい、はい、女の子を見るたびに一目惚れしてしまうたかし。私最近大喜利に投稿してます。そうなんですよ、これね、大喜利のお題で、これたまたまね、たくし君なの。そうなんです、お題が。待って、分かったかも、はい、ツイッターです。そうそうそう、見ないもんね。俺見てないわ。そうだよ、ツイッターにね、大喜利上がってくるんですよ、たくさんの。これもありましたね。なんて答えたか覚えてます？いや、覚えてないっすね。じゃあ見ます、大野さんの答え。見ようよ。うん、決して面白くはないと思うよ。はい、はい、私たちの大喜利回答、はい、こちらです。来世も同じだったらどうしよう。来世も同じだったらどうしようって、そのもう未来的なね、こう長期的なその悩みですよ。じゃあ、はい、次のお題です。次のお題、はい。はあ、もう全然覚えてないな。ちなみに、はい、このお題で1位を取ったと言いますか、はい、1本を取った方の答え、はい、戸締まりをしないだったんですよ。うわうんうん、分かるなってなりますね。うんうん、そうね、面白い、面白いよね、うん、そこでたかし君。気になりますね。いいす、どんな男気なんでしょうか。高橋君の男気、こちら。遠回しな言い方はしない。これはもう今回初めて夜分お邪魔します。お蔵入りということでいいですか？今日クーラー入れたんだよ。ちょっとさ、ちょっとさ、そのさ、なんかいや悪いわ。いや、でもさ、何、いや、大野さんが出してるんでしょ。そうです、しょうがないじゃん。だってだってこんな番組に取り上げてもらえるなんて思ってないですもん。だってなんかそんなオーディレクターは何でもネタにしますから。怖いから、ほら。まあでもお題としては難しいっすよね、これ。いや、難しい、ね、難しいですけど、やっぱさすがですね、一本取られた方は、うん、そうそうそう、さすがですよ。まだあるんですか？たくさんありますね。たくさん行こうよ。A4 サイズだったら嫌なもの、お弁当箱、スマホ、そしてこれ1本取った方のあれもあるんですか？いや、なかなかね、過去のお題を見つけにくくて。ああ、そうですか。そうなんです。じゃあちなみにこの A4 サイズだったら嫌なもの、お弁当箱、スマホ、高橋くんの答えはこちら。モバイルバッテリー。面白いじゃないですか。怖い。今の怖かったね。モバイルバッテリーですよ。スマホからのですからね、これは。でも違うの出してって感じじゃないですか。お弁当箱、スマホ、ガジェット来たら全然違うもの。いや、だからその、うん、そういうのもある。A4 サイズです。モバイルバッテリーだとちょっとびっくりするな。モババがですよ。まあ、先に言っときますけど、はい、一つも面白いことはないです。大野さんの、うんうん、ない。
これはね、大野さん違うんですよ。あの大野さんの大喜利能力を今後ちょっと高めていこうという企画で、次の回とかも考えてるんで。次の回もあるんですか。はい、次の回もこういう回なんですか。大喜利を得意な方とか呼んで、おお、こういうふうに考えたら大野さん面白いことを出せるよと。そう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 、の初回だと思ってください。今日はちょっと我慢して我慢して、はい、そうですね、うん、まあでもちょっと出してみよう、出してみようね、うん、出してみよう。やぶん、洗濯機のもう一つの機能、洗い、すすぎ、脱水、乾燥、そして何でしょうか。これは思いついた。はい、脱色。はい、柔軟。柔軟、はい、収納。なんて書いたかな。小野さんはいいですか。はい、はい、うるおい。めちゃくちゃ面白くないですか。え、これって落としたらいいの。あ、うまいなとかいうところなんじゃない。これだ、これでその大爆笑とかないじゃない。僕これ見た時変身と思った。トランスフォーマーみたいにさ、見たらいいじゃん。洗濯機自体がね。はいはいはい。一生言わないセリフ、うわー。3位、おととい行きやがれ。2位、お前の車、前の車を追ってくれ。1位、たかし君の答え、こちら。FBI だ。これはめちゃくちゃ面白くない？これ言わないでしょ。俺はこれでも1位を取ってもいいと思う。FBI だってやっぱ言いたいじゃないですか。絶対言わないでしょ、日本人が。適当すぎる桃太郎。うまいな、うまい題材を出してくるね。ああ、もう全然覚えてないけど。3位、家来が熊。2位、卵から生まれる。1位は、なんて書いたんですか、私。はい。はーんって言っちゃう。はーんじゃないでしょ。めちゃくちゃ面白いじゃないの。さらに強さを加えるもの、鬼に金棒、弁慶に薙刀。むずいな。これも難しいね。これなんて答えたんだろう。なんて答えたか、これ。吉宗にペース。渋いな。渋いのよ。めちゃくちゃ渋いよ。これはちょっとね、別にその面白いとこじゃないけど、渋いと思った。浦島太郎 NG。 なんて書いたかな。これは僕でも大野さんの、はい、お答えね、うん、切り口は面白いと思ったんですよ。お、見ます、見ましょう、見ましょう。ザン、本当は太郎。めちゃくちゃ面白いじゃない。これはこれはよくできてるな。面白いね、これは。名前を間違ってたっていうね。徐々に面白くなってきてますね。ちょっと腕が上がってきてるんじゃないですか、小野隆のこの大喜利の。続いて、続いて、残念なゴールキーパー。全然覚えてない、本当に覚えてないな。なんて考えて書いたっけな。見ますか。見ますか。残念なゴールキーパー1位、キーパーグローブが軍手で帽子が HB101。 長え。そのちょんで終わらせた方がいいんじゃないですか。じゃあ帽子が HB101 だったらよかったな。あ、それはそっちの方が良かったかもしれない。そうだね。でも HB101 伝わるかな。ちなみにこれはあの模範解答を見つけました。あ、模範解答があるんですか。うん、はこちらです。うわピシャッと収まってるもんね。次いきますか。ちょっと違う感じのお題を。あ、違う感じのお題をね、はい、エロくないのにエロく聞こえる言葉。これは大野さん気になるな。めちゃくちゃおもろいの出してくれるんでしょう。これは私覚えてます。はいはい、やめてください。でも、まあ、うまく言ってますよね。これはもうちょっと一旦じゃあ大野さんの見ましょうか。はい、答えこちら。徹底的にしごきます。
なんかちょっとこう、いや渋いね、渋いエロさがあるね。まあでもあれなんだよね、大喜利なんていうのはこうみんなでやるから面白いのかもね、うん、だんだん出てったものとかでこうまたインスピレーションを受けたりとか、うん、ね、そうそう、でそれにまたさらにかぶせていったりとかするかもしれないし、ああこんな3匹の子豚は嫌だ、第3位家が壊れない、第2位3匹とも食われる、これはよくないな、そして第1位狼が不在、それは大野さんの答えですね。出してたね、狼が出ない。やっぱ何回も同じこと思うんだね。だってそりゃそうよ、本人だもの、うん、どうやったって本人だもの。次いきますか、これ最後です、一応準備してる分は。あ、そうですか、はい、ことわざの一部をドーンに変えて荒々しくしてください。これじゃあ模範解答見ましょうか。あ、模範解答見ましょう。模範解答というかね、うん、一本を取った、一本取ったやつ、はい、がね、はい、こちら寝耳にドーン、びっくりするわな。びっくりするね。まあドーンつけたら何でも割と面白いんですけどね。まあそうね、結構ね。覚えてない、覚えてない。一旦見ます、一旦見ましょうか。じゃあ大野さんの回答がこちら、寝耳に椅子って何やねん。ドーンって言ってるのに、ドーンって言ってるのに、寝耳にドーンに引っ張られてね、ドーンが巻いてないのよ。ドーンはもうどうしたんですか。どこ行ったんですか、ね、ドーンはどこに行ったんですか。ドーンはどこ行ったんですか、うん、ただやっぱその大喜利の考え方をね、もうちょっとこう学んでいきたいなと思いましたね。そうそうね、それが分かるとね、うんうん、あ、こうするとこういう風に変えていくと面白いんだなっていう、もうそもそもそのね、ドーンを入れてもないっていうのもちょっとこれどうにもならない話ですけど、本当に。やぶん。いやでもやっぱこう常になんかこうね、家の中でもちょっとこう面白いことを考えていたいなとか、うん、こうだったら面白くなるんじゃないかなってことをやっぱこう考えておきたいなと思ってるんですよ、うんうん、そのトレーニングに行ったんです、うん、で、まあちょっと始めてみた。たまにはこういう淡々とした回もあっていいんですよね。あの、多分寝ながら見てる方もいらっしゃると思うんですよ。番組を本当本当に、うんうん、多分もう横になっても寝ようかなっていう、なんかもうつらつらしながらこう見てる方もいらっしゃると思うんで、ちょうどいい感じだと思いますよ。今日とかは穏やかな気持ちで今週は寝ていただけるといいんじゃないかなと思います。このままゆっくりとお休みください。